はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダレジェンドのライティングをちょっと見てみようと思います。ホンダレジェンド、今ね昼間なんですけど、ちょっとライトねつけてます。夜のねレジェンドがかっこいいということでね、今ライトねこんな感じなんですよね。いや、レジェンドはね夜かっこいい車ですよね。夜車、フォグランプはねこんな感じですね。ちょっとね切れ長なんですよね、フォグランプ白い光です。でこのヘッドライトはね、旧モデルより少しこの青みがなくなりましたかね。ドアミラーの方はねこんな感じで光りますね。で後ろから見たレジェンド、こんな感じなんですよ。あ、綺麗綺麗、かっこいいわ。こういうね横に流れるねデザインがレイアウトされてますね。なんかねちょっとドレッシーな感じしないですか。やっぱりねレジェンドのデザインってね大人びてますよね。あ、どうもどうも、今日も来てもらいました。今日もってね、これもう2本目なんですよ、2本撮りなんですよ。これやっぱ後ろは綺麗ですよね。はい、後ろはめっちゃマイナーチェンジ、前よりめっちゃ綺麗になりました ね、すごい。やっぱこのほらこのライン、これがねすごい綺麗だなと思うんですよね。夜見るとセクシーですよねこの車ね。まあ残念ながら自分は見えないですねそうですね、運転してる人は見えないですよねでは内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔します。内装はねこんな感じです。室内灯がね光るとこんな感じですね。レジェンドのねメーターも大人びてかっこいいですよね。このハンドルのね、この部分、ここでねグリグリしたらね、グリグリしたらいろいろね変わって面白いですね。でこれですよ、これがねポップアップディスプレイですね。あのマツダとね違って、ガラス面にね、表記されるんですよね。マツダのはねここにねなんかプロ版みたいなのがピュッと出ますよね。本当にねなんか宙にね浮いてるように見えるんですね。いろいろね表示が変わりますね。すげえないですかこれ。あとね室内灯は2つついてますね。すごいキューキューのねボタンが、ちょっと押してみましょう、あかんってちゃんとねほらこのサンシェード、ここにもね、ライトがつくんですよね。やっぱこのコンソール周りがね綺麗ですよね、レジェンドって。レジェンド光ってますね。ね今からねこれガソリン給油タンク、これがねちょっと普通のと違うみたいなんですよ。これ蓋がなくて直接ね差し込むような感じなんですね。多分閉め忘れないようにとか結構邪魔くさいとかがね、普通こうキャップね取ってね、ピュッとするんですけど、一応この中に蓋みたいのあるのでパチャって下に、うんうん、刺したら下に向いてる。 あとは出したら多分蓋勝手に閉める。ああ、こう逆弁みたいな、逆弁みたいな感じでになってるんか。全部こうしてくれたらいいのにねトランクねやっぱ広いですよね、このクラスになるとね。トランクのね中にもねちゃんとライトがついてね、ハンドル見やすいんですよね。ちょっとねエンジンルーム開けてみようと思います。開けた状態もねかっこいいですよね。ハイブリッドのね刻印もされてますね。まあ、この車ね 3.5 リッターの6気筒エンジンですね。いやーでかいでかい。やっぱり中はねだいぶカバーされて、もうね素人さんは触れない感じですね。エンジンルームも綺麗にデザインされてますね。はい、どうもありがとうございました。やっぱりね夜ねこのレジェンド見るとね、なかなかの存在感があっていいと思います。残念ながら自分は見えないですけど。そうですよね、よくね鏡にね映った自分をよく見ますけどね、車乗っててね、はい、誰か後ろから撮ってほしいですよね。はい、というわけで、今日はホンダレジェンドの、ライティングを見てみました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。
はい、というわけでホンダレジェンドでした。ジョヌボーイッシュ。